はい、こちらは PSO2 に関わるキャンペーンやグッズ、オフラインイベントやコラボレーションなど PSO2 を取り巻くさまざまな情報をまるっとお届けする PSO2 サテライトインフォメーションのコーナーです。ここからはゆあちゃんとゆいちゃんと私の3人でお届けしたいと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあまずはゆいちゃん、よろしくお願いします。はい、わかりました。じゃあまずこちらです。はい、ビットキャッシュでは9月23日月曜日までお得なプレゼントキャンペーンを実施中です。ビットキャッシュをご利用して一度に5000円分以上の AC をご購入いただいた方から抽選で777名様に AC スクラッチ券をプレゼント、はい、さらに77名様に最大5000円分のビットキャッシュが当たります。応募用コメントをツイートすると7名様に3000円分のビットキャッシュが当たるキャンペーンも実施中です。ぜひこの機会にビットキャッシュをご利用してみてください。はい、じゃあ次のスライドお願いします。8月21日よりプレミアムセット購入キャンペーンを実施いたします。キャンペーン期間中にプレミアムセット90日をご購入いただいた方全員に新規ロビーアクション膝立ちや勇者の紋章などアイテムをプレゼントしています。本キャンペーンは9月25日まで実施いたしますので、この機会にぜひさまざまなサービスをお楽しみいただけるプレミアムセットをご利用してみてください。はい、はい、続きまして PSO2TCG の情報です。スライドお願いします。はい、PSO2TCG の最新弾である PSO2TCG ブースターセットボリューム 2-2 が好評発売中です。常に発売中のボリューム2-1 とこちらのボリューム 2-2 の2つのセットで PSO2 エピソード2の世界観を存分に楽しめる構成になっております。本日も TCG コーナーと物販コーナーにて好評発売中ですので、興味のある方はぜひお越しください。はい、それでは次のスライドお願いします。はい、なんとですね、 PSO2TCG 交流会の第2回を8月25日に開催します。はい、会場はですね、前回と同じく東京大崎の住友不動産大崎ガーデンタワーにあるセガの新社屋グランドハーバー内になります。イベントの内容は初心者の方から上級者の方まで幅広く楽しめる内容となっていますので、初めての方でも安心です。さらに来場された方全員にキラカード仕様のヒューイの PR カードを1枚プレゼントしちゃいます。イベントの開催時間は10時半から17時半を予定しています。入場の最終案内、最終受付はですね14時なので、皆さんぜひご注意ください。 PSO2TCG 交流会に関する最新じゃない詳細情報はですね、はい、PSO2TCG の公式サイトにて公開中です。興味のある方はぜひチェックしてみてください。はい、このヒュイのカードかわいい。すごいですよ ね、このハッピーもね、カードに仕様となっていますので、はい、しかもですね、入場無料のイベントとなっていますので。あ、そうか、そうだよ。はい、たくさんの皆様にご来場お待ちしております。はい、はい、続いてですね、開催中のローソンコラボの話題です。はい、ローソンでですね、 PSO2 プリペイドカード発売1周年を記念いたしまして、現在プリペイドカード購入キャンペーンを実施中です。キャンペーン期間中にローソンで PSO2 のプリペイドカードをご購入いただき、 AC チャージをされた方に購入特典唐揚げくんに加え期間限定特典をプレゼントしています。はい、期間限定特典はですね、アウターウェアのローソンコラボ服です。キャンペーンは8月18日日曜日までとなっておりますので、この機会にぜひ PSO2 プリペイドカードをお求めください。はい、そしてですね、ローソン店頭にて8月19日までお菓子×PSO2 のコラボキャンペーンを実施しています。ということでですね、対象のお菓子を3個購入いただきますと PSO2TCG の PR カードを1枚プレゼントしています。さらにですね、お会計時にポンタカードまたは D ポイントカードをご提示いただいて、購入スタンプを貯めると、あのキャンペーン PS、じゃ購入スタンプを貯めてキャンペーンにご応募いただいた方には特典アイテム、ローソン看板のロビーアクションをもらえなくプレゼントしています。はい、さらに現在ですね、ローソンの対象店舗にて PSO2 スクエアバッジを販売しております。全13絵柄となっていまして、ブラインド形式での販売となっていますので、どの絵柄が当たるかはお楽しみとなっております。店頭では商品がなくなり次第終了となりますが、通販にて全種類セットも販売いたします。
全種類セットはですね数量限定となっておりますので、全種類揃えたい方はこちらもチェックしてみてください、うんうん、通販のお申し込みは8月27日火曜日からとなっております。またファンタスター感謝祭2019決勝会場近くのローソンですね、国際展示場駅前店とのコラボが開催中です、ローソン限定のオリジナルコラボグッズを販売し、店頭にオリジナル装飾を行ったコラボ店舗は8月18日日曜日まで展開しております、はい、明日までか。そうです ね明日までとなっております、はい、はい、オリジナルグッズはですね数量限定となっておりまして、 T シャツ、マフラータオル、アクリルスタンドの3アイテム、T シャツは2種類ご用意いたしております。かわいい。そうなんですよ、うん、これらグッズはですね、はい、8月19日より通販のお申し込みを開始いたしますので、この機会をぜひぜひ皆さんお見逃しなくしてみてください。すごい。ゆうちゃんありがとうございました、はい、ここからは私斉藤がお送りいたします、はい、続いてはこちらです。本日よりセガ公式ショップセガストアにてファンタシースター感謝祭2019オリジナルグッズの取り扱いが開始されました、うん、感謝祭公式 T シャツや布製センス2などの新作グッズを販売するほか、人気のシルバーアクセサリーを数量限定で再販しています、うん、感謝祭に来られなかった方も気になるグッズをこの機会に手に入れてくださいね、うん、続いては新しいグッズのご紹介です。株式会社ケースオクロックよりスマホケースウェイリーと PSO2 とのコラボスマホケースの発売が決定しました。スマホケースとドレッサーと呼ばれる背面がミラーとしても使えるデザインシートがセットになったこのコラボグッズは、ドレッサーを貼り合わせることで着せ替えが可能。 PSO2 コラボケースではアークススター、 AIS、ラッピーの3種類が発売されます。今回は iPhone 各種に合わせた仕様をご用意しました、うん、本日8月17日よりウェイリー公式オンラインサイトにて発売開始、各種税込み2980円です。詳しくはウェイリー公式オンラインサイトにてご連絡ください。なんて言ったんですか。ご確認ください。続いて PSO2 関連 CD の話題です。スライドをどうぞ。キャラクターソングボリューム5が23日一般発売開始となります。キャラクターソング6曲とミニドラマパート2トラックを収録し、購入特典としてロビ役ストラトスポーズが手に入るアイテムコードも付属いたします、うん、本日のファンタシースター感謝祭決勝会場では先行発売も行っておりますので、会場にいらっしゃる方はぜひ物販コーナーもご利用ください、はい、次のスライドお願いします。PSO2 サウンドトラックボリューム7とボリューム8が8月28日一般発売開始となります。それぞれ CD3 枚組で購入特典としてミュージックディスク10点などが手に入るアイテムコードも付属しております。さらにボリューム7とボリューム8がセットになったスペシャルパッケージも8月28日に一般発売されます。こちらのスペシャルパッケージには特典としてオメガ5辞典とオメガ5作詞チームと PSO2 サウンドチームによるオメガ5スペシャル座談会を収録したブックレットが付属しております。オメガ5、それぞれこの決勝会場にて先行発売も行っておりますので、会場にいらっしゃる方はぜひ物販コーナーもご利用ください。続いてはプラモデルフィギュアの情報です。スライドどうぞ。ことぶき屋によるプラモデル PSO2S ジェネステライノセントバージョン予約受付中です。発売日は2019年12月予定。価格は税抜き6000円になります。ステライノセントのコスチュームもまとった PSO2S のメインヒロインジェネを徹底再現、うん、付属武器のフォシルトリクスに加え3種類の表情パーツや左右それぞれ5種の手首パーツなども付属する充実のセット内容です。現在この決勝会場にて見本を展示中、うん、商品の詳細についてはことぶきや公式サイトにてご確認ください。はい、うん、ゆあちゃんありがとうございました。いやどうでした、久々に2人ちょっとお知らせしてみて、ちょっと緊張しましたね。いやいや確かにね、緊張した。えでもめちゃめちゃ聞きやすかったっていうか、嬉しいから全部お願いしたいぐらいでしたよ。いやいやいや、そんなそんな。これからもだからどんどんね、ヒロインメインのことを言っていただきたい。いやいやいや、言ってほしいね。ヒロインメイン、逆に一回崩れるとダメなんですね。そう、メインヒロイン。2019年っていう。
めちゃめちゃちゃんと聞いて、まあ、頑張った方ですよね。いやめっちゃ聞きやすかったです。ありがとうございます。でまだまだ情報あるんですよ、はい、ということでここからはスワッカお届けしたいと思います。はい、まずはこちらです。はい、PSO2 まといミリーバージョンでございます。こちらはことぶき屋よりアニメ人気ヒロインたちの新フィギュアが発売決定となりました。PSO2 のヒロインまといがイラストレーターのニディ氏によるオリジナル書き下ろしイラストで立体化。衣装は PSO2 トレーディングカードゲームの過去を失いし少女まといでもニディ氏によって描かれていたミコトクラスタ版です。まといらしく表情は清楚で純真な微笑みをたたえた表情となってます。そしてさらに、こちらPSO2S ジェネステラメモリーズバージョンも発売決定でございます。はい、こちらもニディ氏によるフィギュア化用の書き下ろしイラストを立体化したものです。 PSO2S のヒロインであるジェネがステラメモリーズの衣装に元気いっぱいの明るい笑顔でのフィギュア化でございます。現在この決勝会場に、制作中の原型を展示しておりますのでぜひご覧ください。そしてジェネはまだ制作監修中の原型のため細部の造形が未対応ですが、製品版ではさらなるクオリティアップをいたしますのでお楽しみにと書いてあります。そこに、はい、価格は、販売時期など商品の詳細については後日 PSO2S プレイヤーズサイトやことぶきや公式サイトにてお知らせしますのでお楽しみに。さらにもう一つですね、ジェネちゃんのフィギュアの話題がございます。はい、株式会社フリーイングから PSO2S のヒロインであるジェネがバニーバージョンとなってフィギュア化しました。これめちゃめちゃ可愛いですよ。いやすごい可愛い、はい、こちらジェネバニーバージョンはですねジェネのデザイナーであるこちらもニディ氏デザインのバニー姿のオリジナル衣装をまとい4分の1スケールでの迫力あるサイズ感での立体化です。ジェネの造形はもちろん衣装や網タイツの質感にまで細部まで、ね、こだわり原型制作中でございます。こちらもこの決勝会場にて制作中の原型を展示しております。なおこのオリジナルバニー衣装は PSO2 本編にベースウェアとして AC クラッチ景品で配信予定です。その他価格や、発売時期など詳細については後日、こちらも PSO2S のプレイヤーズサイトやフリーイング公式サイトにてお知らせいたしますので皆さんお楽しみにしていてください。楽しみ。はい、続いてはこちらのスライドです。どうぞ。PSO2 推奨モニターで、アークスバトルトーナメント2019でも使用中のゲーミングモニターギガクリスタの PSO2 コラボモデルが決勝会場内で展示販売中です。こちらはモニターの台座にアークスロゴや、クラスアイコンをあしらったオリジナルモデルで会場限定特価でご提供しております。会場内の専用ブースに実際に現物をご確認いただくことが可能ですのでぜひ第一ホール出口付近のブースにてお立ち寄りください。続いては決勝会場でのオフィシャルホテルサプライヤーである CVS ベイエリア様との新たなコラボのお知らせです。スライドお願いします。はい、こちら、ベイホテル、浦安駅前にて期間限定の PSO2 コラボルームの実施が、決定しましたとのことです。洗濯機や、IH キッチン付きのアパートタイプのホテルで最大4名が宿泊可能なツインルームと3名が宿泊可能なトリプルルームをご用意しております。アークス同士のオフ会にぴったりのプランです。ホテルフロントには宿泊者様向けの交流スペースも用意しております。さらにコラボルームでご宿泊の方にはオリジナルノベルティとしてオリジナルトートバッグオリジナルボールペンもプレゼントします。詳細な宿泊プランについてはベイホテル浦安駅前公式サイトにてご確認ください。期間は2019年9月6日金曜日から9月7日月曜日までとなっておりますのでオフ会や TGS などの遠征にぜひご利用ください。ちょっとお水飲んでいいですか。あ、どうぞどうぞ、ね、量がね、いっぱいありますね。飲んでございますよ。はい、ちょっとたっぷりありますね。はい、続いては
ファンタシスター感謝祭2019オフィシャルサプライヤー様との新たなコラボのお知らせです。こちらどうぞ。はい、ファンタシスター感謝祭2019でおなじみのペリエにロビーアクションなどのオリジナルコラボアイテムが取得できるアイテムコードがついたキャンペーン商品の販売が決定しました。はい、全国のスーパーやネスレ通販内のペリエ公式 EC サイトにて2019年10月中旬頃から順次発売が開始されますので、ぜひお買い求めください。なお EC サイトでは24本入りの商品のみのお取り扱いとなりますのでご注意ください。コラボアイテムの詳細は次回 PSO2 ステーションにて発表予定ですのでお楽しみに。はい、続いてが最後の、情報でございます。こちらです。はい、はい、ということでこちら放送から3年半が経ちましたが、私も出演させておりま、いただいております、はい、泉あのりなちゃんもね出てるんですけど、うん、テレビアニメ PSO2 ジアニメーション、この度ブルーレイボックスがこの会場にて先行販売されております。会場特別価格は税込み19,400円となります。会場にいらっしゃる方はぜひこの機会にお買い求めください。購入特典のアイテムコードは前回発表しましたブルーレイ DVD の1巻から6巻に付属していたアイテムコードなんと全て再収録しています。また一般発売は8月21日水曜日、価格は税別1万8000円でポニーキャニオンさんから発売となりますので、会場にいらっしゃれない方もぜひそこでゲットしてみてください。ということで以上です。はい、はい、もう今回も盛りだくさんで、ね、でしたね。はい、はい、では最後ね、はい、ちょっと今日は3人で、うん、はい、タイトルを言って締めたいと、なるほど、はいはい、思います。じゃあせーのって私が言いますんで、はい、そしたらこれをお願いします。はい、いきます。せーの、PSO2 サテライトインフォメーションでした。誰かが悪かったな。私です。私もちょっとすいません。はい、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで盛りだくさんな情報をお届けしてまいりましたがですね、はい、続いてはですよ、うん、イドラファンタシスターサーガの最新情報ですね、うん、お伝えしたいと思います。ありがとうございます。はい、ということで早速、このお二人に登場していただきましょう。はい、イドラファンタシスターサーガ田中プロデューサー、そしてチンディレクターです。どうぞどうぞ、お願いします。おー、すごい人ですね。どうも、うわ、すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ようこそおいでくださいました。ありがとうございます。いつもありがとうございます。いや、本当に毎回ね、来てくださって、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、では田中さんの方から皆さんにご挨拶の方よろしくお願いいたします。はい、イドラですけれども、先週の、イドラの公式生放送で、今後のアップデートと、イベントの情報をお伝えしましたので、今日はですね、とっておきの新キャラクター情報を、皆さんに、お届けしたいと思います。やった。まずはこちらの動画ご覧ください。綺麗なビーチや青い空と海、かつて大切な仲間たちと素敵な時間を過ごしたはず。ルーンにて作られし、この体験に不可能はない。司令、今こそ全地をつかむ時。僕はルーサー・ラース・レイク・エンドだ。長いし煩わしいのでルーサーで構わない。シーナ万象は全地へと収束する。我が名はルーサー、全地そのものだ。宇宙に広がる実験場の一つとして、せいぜいこの舞台を感激させてもらうとしよう。
はい、はい、盛り上がり、いや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 、すごい反応いただいて、すごい、いや盛り上がりがすごい、ね、めちゃくちゃ人気あるやん、ルーサー、すごいですね、いろんなルーサーがね、見られますけれども、ね、ようやくですね、皆さんお待たせいたしました、いやいや、素晴らしいですね、はい、それでは早速、新キャラクターについて、チンから紹介してもらいたいと思います。はい、ではスライドの方お願いいたします。はい、まずは、帝国の頂点に君臨する皇帝ジークムンド、こちらがついに登場になります、うん、はい、声優の方はですね、小山力也さんで、イラストレーターはですね、セブンスドラゴンであったりとか PSO2S のエポノイドの闇ガラスでおなじみの宮代さんとなっております、はい、うん、はい、でこちら火属性最強級の強さを誇り新クラスのエンペラーとして登場いたします。めっちゃかっこいい、はい、こちらの分岐後のラスボス感なども、もう注目していただけると、そうすごいですね、だってさっき あんな舞台剣でかいやつね、長くなかったですか、はい、イメージです、イメージか、あれ、はい、すごいですよね、はい、筋肉が ものすごいかっこいいだけじゃなくて声もすごい、いやもうだってもう力屋さんですもん、はい、絶対かっこいいです、はい、キャラクターの性能としましても、こちらエレメンタルブラスト、あの強い全体攻撃だけでなく状態異常なども付与するような、もうかなりスペシャルなキャラクターとなっておりますので、ぜひ皆さんお楽しみにしていただければと思います、はい、では続いて次のスライドお願いいたします。はい、そして皆さんお待たせいたしました、イドラにもついにルーサーが登場いたします。やりましたよ、はい、ルーサーですね、こちら声優の方はですね、もちろんあの桜井貴博さんやっていただいておりまして、クラスはホトナーとして登場いたします、はい、こちらイドラでもたくさん全知と言っていただいてますので、はい、だいぶ言ってましたね、はい、なんかなんだろう、いつも見てるこのルーサーさんよりもなんかさらにイケメン度が増してる気がして、やっぱこうキャラデザがちょっと、そうですね、こちらアートディレクターのムツラとかもしっかり監修したり何度も書き直したりとかもして、しっかりとより美しくなってますね、ちょっと昔懐かしい姿のね、そうルーサーもいたりして、はい、しかもこちらカオスがちょっと白い方で、ローがあの黒い方なんですよね、黒い方、こちらはちょっともいいですね、はい、実際に PS2 のストーリーになぞってよりカオスっぽい方とローっぽい方、なるほど、はい、やっております、どっちも行きたい、はい、はい、こちらキャラクターの性能としましてもですね、相手の属性値を下げて自分の属性値を上げるような攻撃だったりとか、あとはその最速で発動する攻撃スキルであったりとか、あとは必殺技であるエレメンタルバーストではもう強い攻撃に加えて相手の素早さをもうすごい下げてしまうような、もう全知感満載の天知感満載、はい、キャラクターになっておりますので、まさにルーサーといったね、もうルーサーといったら、はい、いいですね、ぜひ皆さんお楽しみにしていただければと思います、はい、はい、では続いて次のスライドお願いいたします。はい、まだまだ水着キャラもピックアップ中となっております。なるほど、はい、現在フラミーサマーとこちら、ウィンディスサマーですね、こちらをピックアップしておりまして、でこちらのフラミーサマーに関しては、列伝とかでもですね、かなり昔の PSO2S のことを忍ばせるようなエピソードなどもございますので、ぜひ皆さん手に入れて注目していただければと思います。また8月の下旬にはですね、こちらの3キャラクターを、ピックアップしたガチャがもう一回登場いたしますので、取り逃した方はそちらのガチャなどもぜひお待ちいただければと思っております。はい、さっき揺れてましたもんね、揺れてた、フラミーさんのボヨヨンってセクシーですよね、でもさんにはもういろんなところが、いろんなところが揺れてるんで、もいろんなところが、はい、ぜひ手に入れていただいて、はい、皆さんよろしくお願いいたします。ボヨヨンって音が古い、いやいやいや、すいません、昭和がね出ちゃうんですよ、こういうところで、すいませんでした。はい、ではここからはですね、はい、ちょっと変わりまして、田中の方から今後の、ストーリーであったりキャンペーンの紹介したいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、ではスライドお願いします。はい、ストーリーですね、はい、先ほど紹介した、ジークムンド率いる帝国軍と、反乱軍の、決戦が描かれるストーリー11章戦友、戦いの結末や、ダークワルスが一体どうなるのかと、その他各種アップデートと合わせまして9月10日配信予定となっております、うん、ぜひご期待ください。はい、はい、続きまして、次のスライドお願いします。はい、イドラをプレイしてアイテム&ロビアクをゲット、キャンペーンのご案内です、今もすでに始まっておりまして、8月28日、の4時までに、この記載の情報をクリアしていただいた方にですね、勇者の紋章50個、そしてロビアクション、グラビアポーズにをですねプレゼントさせていただきます。条件のクリア自体は、簡単ですので、ぜひ達成して報酬をゲットしてください、うん、はい、またセガ ID を連携して井戸のバックアップ
を取ろうキャンペーンも、開催いたします。まあ、あの端末なんかを、ね、変更したときに万が一のためにセガ ID を連携しておきますと、そのセガ ID から復興することもできますので、この機会にぜひやっていただければと思います、うん、はい、期間は8月は、20日5時まで、連携するだけでですね、記載のアイテムを、プレゼントさせていただきます。で、すでに、連携済みの方も、対象となりますので、もうセガ ID を持ってるでイドラをやってるという方はぜひ受け取ってですね、うん、まあ、今後のルーサーの登場などお待ちいただければと思います、はいはいはい。こちらグラビアポーズは斉藤岩さんが、これね、現役時代ね、あこれこれグラビアポーズめっちゃやってましたけど、そうこれ、あの、うん、このポーズ結構疲れるんですよ。あ、そうなんや。腰とか、え、これ私がやったやつですか。そうです、そうです。あ、私やったやつだ。この時のやつ、すごい。皆さん、私がやったやつですよ。急に変わったいつやったん。2019年にやった。今年、今年。はい、でも結構前やりました。これ私がやったモーションキャプチャーで、そうです、そうです。やっぱりすごい、ぜひまた決まってますね。決まってるんですよ。セクシー、セクシー。フラミンさんに負けないような、負けないやつ、はい、はい、素晴らしい、うん、はい。またですね、会場のイドラコーナーですは、うん、ではですね、このチンが今持っている、はい、特製の水着キャラクター勢ぞろいのですね、クリアファイルをお配りしています。かわいい。もう一回 表見せてもらって、表というか裏面ですか。表がキャラクター、はい、ステーラと、ローザリーズとウィンです、ね、水着もかわいいし、はい、裏側にも3人。ちょうどね、今日はチンがこの主人公のチンさん、そうなんですね、T シャツは勇者って、ね、勇者来ちゃった。ちゃっかりいる、来てます。勇者の T シャツだ。ちょっと皆さんに少しでも夏感を味わってもらいたい。夏、はい、今パッと見たらモニターで隠れてイサムっていう人が座ってる。イサム、モニサムさん、イサムさん。イサムって誰の勇者です。イサム D じゃないですよね。イサムじゃないです、チン D ですよね。勇者、勇者、まあ、結構ゲームの中でこの T シャツ賛否両論巻き起こしてる。どうなんだこの T シャツは。いいけどな、話題になってるってことですよね。素晴らしい。うん、はい、イドラのコーナーでですね、あのイドラの端末ホーム画面を見せていただければ、こちらのクリアファイルをですね、うん、プレゼントさせていただいておりますので、はい、ぜひ、イドラのコーナーにお立ち寄りください、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、以上がイドラの情報でした。はい、はい、ありがとうございます。田中さん、ちいさん、ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、なんとあっという間なんですけど、ちょっとね、お二人はここで一回バイバイなんですよ。バイバイということで、バイバイですか。バイバイです。お別れなんですね。今日、あの会場ね、あの斉藤さんと一緒にいた時にね、うん、斉藤さんがね、うん、あれ、あんなところに中西さん、ピン芸人の方がいますよ。違う、ハットかぶってる田中さんやった。すげえ。言わないでください。遠目からやったらわからんかった。偽芸人みたいな。あ、田中さんだって。ピン芸人とかフォルムがなんか芸人さんとか誰と間違えた。すいません、もう。いやいや、内緒にしてくださいよ。もうこんな大勢の前で。あの会場うろうろしてますね。はい、ニュースなどに行けばいるかもしれない。はい、はい、イドラコーナーあたりうろうろしてますので、ぜひ皆さん、ね、ありがとうございます。じゃあぜひね、皆さんにあの田中さん、陳さん、それぞれ挨拶の方、はい、またよろしくお願いします。はい、じゃあまず私から。はい、田中さんの方からお願いします。はい、本日、お伝えしました内容を含めまして、9月にはですね、ディスニーボーナスという新しい強化システム、そして、特定のステップまで進めば星5のキャラクターが確定で手に入るという、ステップアップガチャなど新しい、アップデートを、たくさん準備しております。この夏のですね、熱気をそのままに、9月10月とイドラまだまだ頑張っていきますので、これからも引き続きよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございます。では続いて、ちいさん、お願いいたします。はい、8月のアップデートで登場いたしましたイドマグであったりですね、今回紹介いたしましたルーサーであったり、これからもファンタシースターシリーズを感じさせるアップデートどんどんしてまいります。でそちらと合わせて今後1周年に向けてですね、開発陣一同頑張ってまいりますので、これからもイドラよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。拍手でお送りください。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、素敵だな。あ、大丈夫ですか。いや、ルーサー楽しみだね。いや、やっぱ、うん、ね、ルーサーってやっぱりね、すごい、すごかったよ、会場の大人気なんですね。うわーっていう声上がり、すごかったですよ。楽しみですね、登場が、ねね、素晴らしい、はい、ありがとうございます、はい、はい、ということでですね、
こちらからが続いてはですね、PSO2S の最新情報をお伝えします、はい、ではこの方に登場していただきましょう。 PSO2S 後藤ディレクターです。後藤さん、後藤さん、よろしくお願いします。お願いします。すごい人ですね。すごいですよ。そうなんですよ、もう本当にそう、そうね、ビッグサイト裏からじゃ見えないんですよね、そうお客さん。あ、見えない、そう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 、それでこっち来たらびっくりしますよ、ね、びっくりしそうですね、はい、いや、ようこそおいでくださいました。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、では後藤ディレクター、ぜひ皆さんにご挨拶の方よろしくお願いいたします。はい、アークスの皆さん、こんにちは。 S ディレクター後藤です。本日もですね、カロリー多めで盛りだくさんの情報を持ってきました。よろしくお願いします。お願いいたします。カロリー多め、カロリーいっぱい、いいですね、盛りだくさん。はい、でもじゃあもう今日も盛りだくさんということで、うん、はい、早速聞いていきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。では、はい、まずは PSO2S に関するキャンペーン情報からお願いします。はい、はい、スライドお願いします。で、今回感謝祭会場内の PSO2S コーナーではですね、PSO2 との連動画面をお見せいただくと、 PSO2SA4 サイズステッカーとクリアファイルをプレゼントしております、うん、で、今回ですね、 PSO2S のご愛顧に感謝しまして、こちらのオリジナルグッズをですね、感謝祭にお越しになれなかったアークスの皆様にもプレゼントするキャンペーンを実施することにいたしました。おお、すごい、いいですね、いいです。やっぱり来れなかった人たちも、ね、ぜひ、そうですよね、はい、受け取ってもらいたくて、はい、うん、ありがとうございます、はい、で、今回 PSO2 とですね、 PSO2S を連動した上でキャンペーンページよりご応募いただいた方の中から抽選で300名様にこちらの A4 サイズステッカーとクリアファイルをセットでプレゼントいたします。うん、ぜひ振るってご応募ください。いや、はい、いいですね。ステッカーも可愛いですね、うん、そうですね、クリアファイルも使える。そうですね、ステッカーの方もですね、担当者が頑張ってしまいまして、いや、可愛いです。はい、クリアの、あのビニール製で作っておりますので、はい、何に貼ってもちゃんとキャラクターが、クリアで、あ、なるほど、はい、いいですね、いいですよね、白枠がつかないっていうですね、あ、良い良い、いいですね、貼りやすい、はい、で、会場に来られている方はですね、こちらにありますあの PSO2 の S コーナーで配布しておりますので、うん、ぜひですね、遊びに来ていただいてクリアファイルとステッカーをお受け取りください、うん、はい、ありがとうございます。はい、では続いてアップデート情報をお伝えしたいと思います、はい、まずこちらの動画からご覧ください。担当します管理官のセラフィーです。どこもおかしなところはないようですね。ダーカー因子も、はい、きれいに浄化されているようです。どうしました？もしかして記憶が曖昧だったりしますか？はい、いやいやいや、目覚めましたね、いやいや、目覚めちゃった、何や、衝撃音が、びっくりしましたよ、ね、やつがね、目覚めるっていうから誰だろうと思ったら、すごいの出てきましたね。そうですね、もうおかしなとこだらけでですね、いや、おかしいですよ、もう全く動じないセラフィーさんが良かったですね。下からのパンが腹立ちましたね。下からこう打って、ね、そうなんですよ、演出が無駄に良いというね。いや、素晴らしい、はい、今回のためにですね、特別にムービーを用意いたしました、うん、ではその前にこちらのスライドをご覧ください。はい、PSO2S 公式プレイヤーズサイトで連載中のファンタシースターオンライン 2S ギュがですね、うん、満を持して2019年9月27日に単行本として発売されます。お、はい、で、発売に先駆けまして日付が変わった18日0時より Amazon で
予約開始になります、うん、ニャロメロン氏に色づけられた PSO2S ワールドの一冊をぜひお手元にお受け取りください。あらららら、はい、じゃあ次のスライドお願いします。単行本の特典としまして、はい、先ほどムービーにも出てきましたけれども、はい、この単行本に付属しているアイテムコードをですね、ビジフォンで入力しますと RTF-HKL このリーダーのスーツや、あとニャルメロン氏が描く、メインキャラクターのルームグッズなど入手することができます、うん、なんだろうな、このゆるい感じ、ゆるい、なんか絶妙にいいですよね。いや、もう素晴らしいです。いや、これいいな。立ってるだけでエネミーが攻撃してくるのやめそうな。そうですね、ちょっとやめよう、やめとこうってなりそう。かわいいですね。いろいろなアクセサリーもつけれるんでですね、あのぜひこのリーダースーツ手に入れて、あのオリジナルのリーダーを作っていただければと思います。そうなんだ、リーダーが、はい、すごい、うん、癒されるでは、そうですね、では改めまして PSO2S のアップデート情報いきたいと思います。はい、はい、ではムービーお願いします。していないわ。今は逃げるの。アフタルのためにも、アフタルを助けるために今は生き残るのよ。はい、私たちは絶対この星に帰ってきます。アフタルさんも、ホルシードさんも、この星の人たちを助けるために。私はクイナ。私一人の時に声をかけるのは避けてください。紹介を送りました。私、カツラと申します。お前も一杯どうだ。今日は飲みたい気分なんだ。新庄つくよみだよ。僕は幸せ者だな。どうもスナッシュアリセンです。ボケで行かせてもらってます。我が名はグランディオ。我が誇りにかけてお仕えいたしましょう。私はアーリス・タリス。命を育む知らうものアーリスよ。いかがでしたでしょうか。いやまた気になるのがね、あります、ね、優雅ごとく、はい、いやなんか急に、ね、絵のタッチ変わりすぎて、はい、なんかちょっと面白かったですびっくりついていくのにやっとでした ね、 ねそう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 、えっていう。今回もいろいろなチップもお持ちしましたので、はい、はいはい、ではまずスライド1枚目お願いします。はい、まずはストーリークエストについてです。シーズン3第2部の開始となります第6章切り開く光の前編が8月21日より配信されます、うん、ダークファルスをその身に宿すことになったアフタル、そしてアフタルを救うことができず心を折れてしまったホールシード、ジェネたちは全ての人たちを救うために再起を誓います、うん、ついにダークファルスをめぐる物語が動き出しました、うん、ぜひご覧ください、うん、はい、確かに結構なんかシリアスめな感じでしたもんね。ここから行くぞみたいななんか感じでしたもんね、うんうん、今まで仲間として一緒に活動していたアフタルさんがダークファルス、うん、はい、体に宿してしまって、辛い展開、そうですね、どうなるんだっていうところから始まっております。はい、はい、続いてクイック探索の方にですね、新たなクエストが追加されます。
星14武器や王者の紋章が入手できるようになります。1日1回無料でできますので、ぜひ挑戦してください、はい。その他システムの回収としまして、チップパックの枠の上限が100増加しまして最大で900になります、で今のログインボーナス、今もらえているメセタが 100メセタなんですけれども、それをなんと100倍の1万メセタにアップいたします。はい、すごい。え、ログインボーナスって、はい、ログインボーナス、すごいですね。1日1万メセタなので10日で10万メセタ、すごい、入手できます。どうしたんですか、どうしちゃったんですか、どうしちゃったんですか、どうしちゃったんですか。いろいろとお願いをしまして、わー、すごい、すごい、すごい、頑張って、そう、理想のお小遣い生活、いいね、すごい、毎日毎日1万メセタもらいます、うれしい。はい、その他にもですね、バトルで使用できるオートバトルのシステムの方を回収しまして、必殺技など今まで自分で打たなければならなかったんですけども、こちらもですね、その使うタイミングに応じて自動で使えるようになります、なので結構この放置していてもですね、どん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 強く戦ってくれるようになります。はいですね、あ、ごめんなさい、一つですね、ご注意あります。あとログインボーナスとクイック探索はですね、通常ですと朝の5時に切り替わります。ただ今回変更されますログインボーナスとクイック探索に関しましては、メンテナンス後から反映されますので、新しいログインボーナスをもらいたい方、あとクイック探索をしたい方はメンテナンス後からプレイするようにお願いいたします。なるほど、はい、ですね。ではここからチップの情報いきます。はい、スライドお願いします。まずはですね、 PSO2S では珍しいコラボチップのご紹介になります。はい、プレザートードで好評連載中のプソニコミのコラボチップと、あと龍が如くオンラインのコラボチップが登場します。すごい、この差がすごいです。両曲が並んでるのがすごい、そう、プソニがこうね、ゆるフォアで可愛いって感じ、横のなんか1、これはカスが、春日一番さん、ごとくですね、すごいですね。その、いや、その横のこのカムロップさん、どっちがカムロップさん、何これ、誰がカムロ町のゆるキャラとして絶大な人気を誇るカムロップさん、このぬいぐるみみたいな、怖い、怖い、やられてる方じゃなくて、素晴らしい、すごい衝撃的すぎてすみません、ね、すごいや、武装煮込みからはみたらし、テトラ、イチカの3枚がヘケコさんの書き下ろしで登場いたします。はい、みたらしはですね、期間中にログインいただくと1枚ログインボーナスで受け取れます。でタワークエストの方でも報酬として登場しますので、たくさん手に入れてアビリティ強化をしていってください。でテトラとイチカはタワークエストと同じ時にスクラッチの方で登場する予定となっております。はい、でちょっと今話題になってました、右側の龍が如くコラボの、はい、はい、春日一番さんとカムロップさんになります、でこちらはですね、春日一番のチップは東京ゲームショウのあたりで出るスクラッチに登場します、でカップロップの方は同じ期間に交換ショップの方で、入手できるようになりますので、ぜひ入手してみてください。はい、はい、では続きまして次のスライドお願いします。はい、続きましてアギト、アキバージョンのイラストとなります。かっこいい、かっこいい、はい、こちら、去年のですね、総選挙の方で人気になりましたアギトのキャラクターの、衣装変更バージョンとなります。いや、似合ってますよ、かっこいいですね、アギトさんにだったらやられてもいいや、悔いはないって、悔いはない、悔いはない、仕方がないね、仕方がない、かっこいいだもん、そうだ、そうですね、この絵で安本さんの声ですから ねもう絶対ぴったりですね、かっこよすぎです。はい、続きまして、はい、TCG のトレーディングカードゲームのチップになります。はい、で始末屋のクーナ、おクーナー、はい、とあとカスラ、カスラさん、はい、かっこいいな、ね、で始末屋のクーナがスクラッチで、カスラはスペシャルクエストの方で入手できます。はい、すごいクーナの衣装もなんかすごいですね、かっこいいです、このスーツ、はい、はい、それでは次のスライドお願いします。はい、ここからは、ウェポノイドのチップとなります。はい、まず1枚目星11としまして、有限なる神の使い新庄つくよみ、つくよみは、はい、これ男の子ですか女の子ですか。いや、それは私も教えてもらってないんですよ、謎に包まれてるんだ。いや、でも、前田ちゃん、前田れなんです、
男の子であれ願い男の子であれ男の子であれ女の子でもいい、うん、かわいい、うん、そしてそしてその横そうですね、とどろくツッコミをかましてくれるスマッシュハリセンさん、これはもうかっこいい、それ全部みんな持ってきましたよね、いやいや、ほんとですよ、ちょっとしかも CV がね、そうですね、はい、もう杉田さんやってもらってますんで、いやもう絶対面白いキャラクターですね、こちらもなかなかいい感じに登場してくれてますね、はい、はい、なので2枚のイラストの方はウーナクさんが担当されています、うん、はい、そして続きまして機械仕掛けの聖騎士グランディア、こちらが CV 真島純次さん、真島さんが、はい、イラストはカニパンダさんとなります、はい、珍しいキャスト型のウェポノイドとなります、あ、うん、はい、で最後癒しのシラウオアーレスタリス、はい、武田彩奈さんにイラストは無料太郎さんとなります、あ、よく見ると衣装透けてるんですね、これ。あら、ほら、この部分がセクシーですよね。セクシー。え、太もものあたりとか、うん。本当だ、透けてる。ね、もういろんな意味で癒してくれますね。あらららら、いいですね。癒されちゃう。いいですね。いろんな意味。はい。あの牛のチップは出ないんですか？牛のチップはまだ先かな。まだ先か。出たら人気出そう。これからどうなんだろうなという、ね、という感じがね。すごいインパクトでしたもんね。まずはリーダースーツから、ね、何あれっていう、うん。遊んでもらえればと思います。はい、はい、では次のスライドお願いします。はい、外伝周り、この、今回はですね、アーレスランス、アーレスパルチザン、それと結霜ブラッドブラム、秋と月の宴となります。かっこいいブラドブラムかっこいいな、はい、ブラドブラム、うん、星中に確かに、でも顔色大丈夫ですか、顔色があ、何これ、うん、あ、吸血鬼とかじゃなくて普通になんかなかなかの雰囲気がありますけど、そうですね、闇の住人っていう感じ、うん、あ、闇の住人なんですね、はい、あ、だからか、かっこいいな、よかった、そういうことか、ね、はい、それでは続きまして次のスライドお願いします。はい、ではイベント情報になります。8月下旬に緊急クエスト天焦がす紅の宝珠が開始されます、うん、エネミーにはレオパードブロッド、波及トリガーを複数使って撃破した時の報酬にですね、 PSO2S 限定の星14武器アレティアシュティクが新登場します。で、星14武器も増えてきましたのでチップと合わせて狙ってみてください、うん、で続きまして、シリーズクエストの続編配信としましてストーリーオブアーレスの方が配信されます、うん、こちら8月28日から4週連続で配信されます。チップがなくてもこのストーリーは、プレイできますので、ぜひプレイしてみてください、うん、はい、はい、では続きましてタワークエストの案内いきます。スライドお願いします。はい、続いてタワークエストですけれども、新たに9月上旬に開始されますタワークエストで、先ほど紹介しましたプソ煮込みのみたらしのチップがドロップ王将として登場します、うん、さらにですね、PSO2S 限定の星14武器アクルドジエン、アクルドテルナーゼ、うん、こちらがですね、ナイトメアタワーのドロップ報酬として登場します。おー、ぜひですね、みたらしのチップやこのアクルドシリーズ星14武器を狙ってタワークエスト挑戦してみてください。はい、はい、で最後のイベントとしまして、9月中旬に PSO2 のトレーディングカードチップが登場するスペシャルクエストとなります。こちらではですね、カセラのチップが獲得できますので、タワークエストの合間などにプレイしてですね、カセラのチップ入手いただければと思います、うん、はい、今回のですね、 PSO2S のアップデート情報は以上となります。はい、ありがとうございます、うん、すごいですね、いろんなイベントがあってチップもそこでゲットできて ね、チップの種類も本当にたくさんで、うん、たくさん、はい、ありがとうございます、はい、はい、ということで、あ、後藤ディレクターも、あ、そうか、ここまでなんですね。はい、なんと、うん、じゃあ最後皆さんにご挨拶の方、はい、よろしくお願いいたします。はい、PSO2S スマホの方で手軽に遊べる PSO2 シリーズとして、現在リリースサービスを行っております。ログインボーナスとしていまして、これからのアップデートで1万メセダで、その他に現在ですね、経験値として今10万チケット配布しております。で、倉庫もですね、連動するだけで100個分無料で使えたり、クイック探索などこの盛りだくさんなお得なコンテンツ入っております。ぜひまだプレイされていない方はこの機会にぜひ PSO2S もプレイしてみてください。で、あとですね、現在ご意見ご報告いただいております不自然なキャラクター名に関するアカウントについては、こちらの方で現在調査をしております。で、不明探偵などございましたらですね、ご意見としていただけますと幸いになります。はい、
PSO2S の方もこれからもよろしくお願いいたします。お願いいたします。ありがとうございます。ということで後藤ディレクターでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんどうぞ拍手でお送りください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。いやなんか私はいつもチップが楽しみで、そうですね、面白いよね、いつも。そうなんですよ、ね、ちょっとなんかユニークな感じもあったりとかして、そうそうそう、だってこれまでもいっぱい出てるのに、うん、さらにね、うん、どんどん増えてってますから。そうよね、本当に開発の皆様 ね、すごい頑張って、うん、はい、いろいろね楽しんでいただけるようにね、はいはい、作ってくださってますが、はい、さあ続きましてですよ、はい、皆さんお待ちかねでござったと思います。ござった、はい、ござったとお待ちかねでござったござったと思いますが、うん、あ、そのまま行くのね、ごめんなさい、ございましたがか、ごめんなさいございましたが、お次の情報はですね、前回の神戸に引き続きまして、はい、ファンタシースターオンライン2エピソードオラクルについての最新情報第2弾をお届けします。よいしょ。はい、ということで神戸に続いてこの方にご登場していただきましょう、うん、ファンタシスタオンライン2エピソードオラクル菊池プロデューサーです。菊池さん、菊池さん、菊池さん、ようこそおいでくださいました。ようこそおいでくださいました。菊池さんこちらで良いんです。あ、そちらで、うん、そうなの、はい、そうなの、ありがとうございます。はい、はい、うん、では菊池さん、ぜひ、ま、神戸会場でね、うん、お会いした方もいらっしゃると思うんですけど、改めて皆さんにご挨拶の方よろしくお願いいたします。はい、はい、会場にお越しの皆様、ニコ生をご覧の皆様、新テレビアニメファンタシースタオンライン2エピソードアラクル、プロデューサーの菊池です。本日もよろしくお願いいたします。お願いいたします。いやー楽しみですよ。いやついに来ましたよ。もうすぐですからね。もうすぐですよ。はい、すいません、今日はちょっとアニメの方の T シャツでちょっと、うん、あ、もう本当ですよね、これ初めて見たなと思って。その前回はあの皆さんと同じイベントの方、そうですよね、今日はちょっとアニメの、まあ、ゲストもいらっしゃるので。なるほど、ありがとうございます、はい、素敵でございます。でも今回はじゃあそのエピソードオラクルの情報をいろいろと解禁するというか聞けるということですかね。はい、もちろんもちろんでしょ、しませんって言われたすいません、ちょっとあのそれぐらいワクワクしてるんでしょ。楽しいとドキドキで、うん、ちょっと気がおかしくなってまいりました、はい、新情報を待ってるのね。そう、新情報がちょっと楽しみすぎて、はい、そうなんです。はい、うん、はい、前回 の神戸会場の方で、スタッフ、キャスト、放送情報のを発表させていただきました、はい、で本日も新情報を発表したいのですが、早速と行きたいところなんですが、ほら、ね、今日は素敵なゲストにも来ていただいておりますので、はい、ぜひお二方と一緒に、新情報の方を、発表していきたいと思います。はい、ということで皆さんお待たせしました。早速登場していただきましょう、うん、新テレビアニメ PSO2 エピソードオラクル主人公アッシュ役小野大輔さん、そしてアフィン役下野博さんです。どうぞ拍手の迎えください。どうもすごい、皆さん大歓迎、ようこそ、ようこそお越しくださいました。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、すげえ人数、すごいんですよ。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。わあ、素敵でございます。すごいだよね、もう今日ね、もう本当に楽しみにされてた方、本当に今回たくさん来てくださってると思うので。すげえ、アックスのみんなですよね。いや、そうです、いや、そうでございます、この盛り上がりを見てたら、ユア体操腹立ってしまう。いやいやいや、待って、あれはね、あれはあれで楽しかったですけども、はい、では早速ですね、まず小野さんにご挨拶の方をしていただきたいと思います、うん、はい、はい、会場の、そしてニコ生でご覧のアークスのみんな、元気か。ファンタシスターオンライン2エピソードオラクルでアッシュを務めさせていただきます小野大輔です。新米アークスですが
何卒よろしくお願いします。初心すごいな。よろしくお願いします。ありがとうございます。爽やかな全カメラに、本当サービス精神が本当に全てのカメラに丁寧な方ですね。素晴らしい。いやすごいですね。はい、そしてそして前回も、うん、生放送の方に出ていただきましたが、ね、そうでございますよ。はい、島野さんにもご挨拶の方よろしくお願いいたします。よっ相棒今日も来ちゃったぜ。はい、ね、いや本当すごいたくさんの方にね、来てくださいまして、皆さんと一緒にね、短い時間ではありますが楽しみたいなと思います。アフィン役下野ひろです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。一気に会場の方が本当に今日はもうそこを沸きましたよ、はい、本当に。あ、下野さん今日はあの、はい、アークスのお父様の今日来られてる。そうですね。本当ですか、これ来られてる。そうですね、僕の父がね、はい、ベテランアークスだっていうね。そうですね、いい話をね。そうなんです、先ほどね、連絡来まして、会場限定商品というか、グッズ、絶対忘れるなよお父様使い頼まれてたんですか。はい、お父様用に先ほどあのグッズの方を準備させていただきました。先ほどいただきましてね。ああ、よかった、はい、ぜひね、お父様に。そうですね、なるべく早く実家に帰りたいと思います。待ってるから、待ってるから、お父さん、ね、お父さん見てるかもしれないってこと。じゃあ今日はね、ちょっとね、出てるらしいんですよ。ああ出てる、出てるらしいんですよ、決勝大会に。本当ですか。そうでしょ。 ABT の方ね、ABT の方、別のね、ところになんか出かけてるらしいんですよ。出かけてるから、はい、本当のファンなんだね。ね、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ね、下野さんは前回も、ね、ゲストで来ていただいたんですが、5月に、はい、来ていただいて、はい、諏訪さんは小野さんとは、あ、でも実は小野さんとも下野さんとも、はい、結構共演の方はさせていただいてるんですけども、うん、あれですね、うん、自転車こぐ、アニメなんかでは、はい、ちょっと、ね、一緒にご一緒に、お二人とご一緒に出させていただいたりとか、はい、そうだぜ、ブワーまさかこんな真横で弾けるとは。うるせえオレンジ、うるさい豚。え、これずっとやってていいの。違う違う違う、作品違う、作品違う、作品違う。自転車でね、進めていくのやめていただいて一回自転車降りていただいて、あ、降ります、降りていただいて、すいません。まあでもそこでもなんかこう、はい、ライバル的な関係というか、そうですよね、そうなんですよ。そういう意味では今回は相棒なんで。あー、確かに今回は相棒なんで。そうですよね。そうなんです、そうなんです。では現場絶対楽しいだろうな。いや、そうですよ。でも今日はそんなお二人にそのエピソードオラクルの話についてどんどんお話を伺っていきたいと思いますので、はい、お願いします。よろしくお願いいたします。はい、ではまず最初の質問に行きたいと思います。最初の質問はこちらです。はい、こちら小野さんへの質問なんですが、うん、本作に出演が決まった時の率直な感想をお聞かせください。はい、はい、いや、もうそうですね、今こうして、うんうん、アークスの皆さんの前に立ってお話してるんですけれども、ね、PSO って長年ずっとこう歴史があって、うん、はいはい、ここまでその制作者の皆さんと、うん、そしてまあアークスの皆さんと育ててきた作品だと思うので、はい、いや最初すごいプレッシャー感じましたね。こっから俺が入ってきていいのかなっていうことも感じましたし、もうずっと楽屋で俺大丈夫かな俺大丈夫かなあ、そうですか、俺背負えるかな PSO 島野君、俺ね緊張してるんだよ。いや、ね、PSO っていうと僕にとってはね、はい、やっぱまだ声優にもなってない頃の、はい、初代の PSO の思い出があって、あ、はい、まあもうテレ放題でね、夜中に、知ってる？テレ放題知らないでしょ。テレ放題、夜の11時から朝まで、はい、通信料っていうか通話料無料に、無料じゃないや、定額になるっていうシステムがあって、はいはいはい、今だったらその定額って当たり前だと思うんですけど、はい、すね、時期はそれがもう、うん、なんていうんだろう、その時間しか安くならないから、はい、もうみんな23時になるとね、みんなオンライン来てくるんですよ。回線が混む、コメントすごいですよ、夏い夏い、ね、ほらすごいでしょ、でしょ、でしょ、あったよね、めっちゃ出てる。いや、なんかその時の思い出とか、あと
セガさんの作品は、はい、なんかいろいろとその自分がこう何て言うんでしょうね、声優としてではなくなんかこう人生の中でこう触れて育ってきたので、はい、俺がやっていいのかっていう、それぐらいなんかプレッシャーとなんか責任を感じてます今。ああそうですか。なんか中西さんが当時ゲーム中で小野さんボイスをよく使ってた。あ、そうです、そうです、ね、宇宙戦艦ヤマトでのコラボした時に、はい、古代進むの、はい、なりきり戦闘ボイスの収録であった小野さんがやられていて、僕、ね、のキャラクター、小野さんの声とかでやってたんで、はい、一時期自分の声より小野さんの声聞いてたことある夢中でずっと聞けるから夢中でずっとやってハマりすぎ、ハマりすぎありがとうございます、嬉しいですよ、はいはい、でもそこで今回主人公として、はいねね、こうしてまた PSO2 に関わってくださって、ね、全国のアークス の、 まあその代表にもなると思うとちょっとなんかこうやっぱそれもやっぱプレッシャーなんですよ。いやいやいや、でもだからすごい緊張してます緊張してます、その緊張してます、急に立ち上がらないでくださいこっちもびっくりするからごめんごめん、いやいやいや、すいませんね、それぐらい、はい、でも前回ね、あのそのボイスが発表された時に、うん、もう皆さんすごかったですよ、反応が、うん、すごい皆さん喜んでらっしゃったし、はい、もう盛り上がってぴったりだったね、はい、でしたので、皆さん、はい、喜んでると思います。よかったな、はい、おあ、なんか急に距離詰めてきた相棒ちょっと今なんか全然喋ってなかったかなと思っていやでもなんかおとなしくしすぎたかなと思って急にごめんなさい、喋りたくなっちゃったんだけど、下野さん次めっちゃ喋っていただけたらすいませんでした、はい、じゃあぜひ出しゃばりましたね、すいませんね、そんなことないですよ、次は下野さんの質問なんですよ、そうだよ、下野さんへの質問なのでちゃんとあるからぜひ唐揚げのこと喋ってよ、いっぱい違うでしょ確かにここで唐揚げの話する意味がちょっとわからない、食べました唐揚げ、食べてないですよ、てかまずあることを知りませんでした、ここ美味しいですよ、あるあそこにある、めっちゃ美味しい、下野くん今すぐ行けた、今行っていいの、やばい、今行っちゃう、行っていいなら行きますけど、やだやだ、ちょっと戻ってくる頃に終わってますよ、マネージャーさん言ください、今ちょうど戻ってくる時にね買ってきてもらって、タレがかかっててめっちゃ美味しかったです、唐揚げはぜひ後で堪能していただいて、ぜひね後ほど食べていただけたら美味しいんで、ぜひそうですね、わかりました、では下野さんへの質問こちらです、はい、ゲームではエピソード1の頃からアフィン役を演じられていますが、原作ストーリーでのテレビアニメ化が決まった時の感想はいかがでしたかということで、あーなるほどね、うん、率直にねやったと思いましたね、本当に率直、しかも今回はその本当にあのエピソードを追っていくっていう形なので、そうですねって言われた時にやったと思って、これが後半だったらちょっともしかすると俺は無理かなって思ってたんですけど、エピソード1ですから、はい、そうですそうです、いやもう、まあ、必ず出番がね、なかなか出番がね、そうなんですそうなんで す、 そうです、ね、いやだから本当にね、あのエピソード1からだし、あの、うん、アフィンお願いしますって言われた時に、うん、おーやったー出られるぜと思いながら、だってゲームでは一番最初の収録は約8年ほど前、そう8年前なんです、いやーやっといてよかった、うん、だからそうなの、ね、皆さん本当にやっとこう動いてるアニメでね、アフィン見れるってなってると思いますよ、そうだよね、だからその、うん、ドラマ CD とかキャラクターソングではあったけど、うん、アニメは初めて、そう、ね、そう初めてなんです、そうですよね、はい、今回はね、あのアフィン役として初めてですね、そうですね、はい、アフィンとしては本当にあのずっとゲームだけだったので、この情報は、なのでそういう意味では本当にね、うん、そう、あのゲームで出番あったかってさっき書かれてたんですけど、もうそれぐらいのね、なんていうか、僕もなんとなく分かってますよ、アフィンってどういう立ち位置なんだろうなっていうのは、そういう立ち位置なんだ、そこに関してはあの一応あのサーチかけてあるんでねあーなるほどこういう、いあーと思って、下野くんすごいよ、8年前から変わらないなんて芝居がすごいよ、芝居が変わらない芝居が変わらない、いやそこはまあいろいろね、いろいろありますからね、そこちゃんとできないとやっぱりさアフィン変えられちゃうから、あそうだね、それはそれにちょっとね、いやでもアフィンはアークスの方はでもアフィンの声って一番聞いてるんじゃないですか、そうですよ、もうあのゲーム上でロビーにいるから一番最初に出会うね、そうだから前にも話しましたけど、うちの父親がお前言い過ぎなんだよって言われましたお父さんお前喋り過ぎなんだよって言われました、毎回喋ってくるからいいじゃないですか、いいじゃないですか、いや面白いな、ありがとうございます、前回下野さんにゲストで来ていただいたときに、うん、まあ、実は本当はその時に
あのゲームのアニメがちょっと進行してますっていうのをちょっとみんなに伝えていただいて、実はね、ちょっと下野くんがアニメにしてほしいって言ったから叶ったようなもんってことでした。違った、違う、絶対違う、動かした、動かした、やっぱ下野さんレベルになると、だとしたらうちの父のおかげです。すごいまっすぐな目で、お父さんありがとう、お父様ありがとう、アークスのお父さんですよ。あのドラマ CD の時の、あのインタビューの時に下野さんが、はい、あのゲームのアニメをしてほしいみたいなちょっと、ね、コメントをいただいて、じゃあもうそれが実現して、それがもうまさに実現しましたので、確かにみんなもね待ってましたしね、そうみんな待ってましたよ、素晴らしい、ね、父のおかげです。お父さんのおかげ、お父さんもありがとう、お父さんありがとう。知らないでしょ、すごい感謝、会ったことないじゃん、会ったことはないけれど、実の父みたいな感じ、いやすごい会ったことある、アニメになったから僕も出られたんで、ね、こらいそうなんですよ、やっぱ、はい、ありがとうございます。はい、はいはい、では続いての質問に行きたいと思います、うん、はい、続いて小野さんですね、テレビアニメオリジナルのキャラクターである主人公アッシュを演じられるにあたり、役作りなどで苦労された点などありますかということで、はい、うん、そうですね、まあ、さっきもね最初言った通り、その皆さんアークスじゃないですか、でその中で主人公としてその場にいるっていうのはですね、やっぱプレッシャーもあり、あとその新米アークスなんですね、はいはい、さっきから僕ずっと主張しましたけど、新米なんで、何も知らないんですよ最初、はいはい、うん、何も知らない状態でいなきゃいけないって、つまり先を知ってちゃダメで、台本読んで、そうか、難しいですね、そうなんですよ、だからあんまりこれまで僕、まあ、キャリア積み重ねてきたものを、はい、あんまり出すと年齢感とか、あとベテラン感が出ちゃうので、だ最初やった時すごい言われました、ちょっと強そうだねって。なるほど、いや確かにそうかも、うん、だから結構最近 その小野さんと現場一緒になったりとかして、うん、そのキャラクター見たりとかしてますけど、に比べると少しなんて言うんだろう、言い方あれですけど若めだなみたいな。へー、そんな難しい、確かに、確かにそれはあるかも、若いし青いよね、そうですね、それは確かにその下野君言う通り、僕最近あまりやってなかったので、そういう役を、結構だからそのフレッシュに自分の中 そのキャリアを一回外すというか、積み重ねを外してゼロからやっていくっていう、じゃあもうその主人公像とか想像しにくかったんじゃないですか、なかなか、そうですね、逆にもうプレイヤーの数だけあるじゃないですか主人公像、そうですよね、だその真ん中に行くのって難しいから、逆に言うとその最大公約数取るってよりは、僕はその自分が台本であったりとかストーリーから感じたものそのまま出そうって今思って、だからあえてあんま先聞かないようにしながら、なるほど、でも本当にもうアッシュになりきってというか、アッシュと同じ本当のその新米アークスとして の気持ちで、いやこれは難しいよ、なんか驚くセリフがすごい多くて、それはどういう意味ですかみたいなのが多いんですよ、お二人は知り合いなんですかとか、そういうセリフがいっぱいあって、実はそのたんびに本当に知らないでいなきゃいけないじゃないですか、なるほど、知ってたら難しい、難しいな、ね、最初の方はやっぱりこうアシュっていう主人公は、まあ、かなりこうまだこうベールに包まれているというか、そうです、結構謎めいた感じですもんね、はい、そう、謎めいたところもありますので、なかなかこうお芝居していただくのもまあ非常に大変だったと思うんですけど、もう1話の収録時間がもうかなり通常のアニメよりかはもう1話の収録にえらい時間がかかりました、最初の役作りを結構時間をかけて相談してやられてっていう感じだったんですね。あの立花監督からももうちょっとこうしてほしいとか、ああしてほしいとかっていうのも結構もうトライアンドエラーをしながら、現場でアッシュをきっちりこう組み立てていくっていうのが、まあ、かなり、ね、時間がかかりました。なんか立花さんからもその、まあ、別の作品で一緒になった時に、まあ、バラカモンという作品だったんですけども、その時もやっぱりその最初からできる人じゃないなくしてくださいって、本当にダメな人が成長していく話にしたいんですっていうのを受けてたので、まあ、立花さんの中では僕はダメなちょっとダメな人から始まって成長していく人なのかなとは思ったんですけど、なんかそのキャスティングしてもらってすごいそれは嬉しかったですね、今僕がやらせてもらえるっていうそういうことね、でもね、そんな相棒でもある下野さんは、うん、どうでしたか、こう、ね、小野さんがね同じ PSO2 のこう、そうですよね、仲間として演じるぞってなった時どうでした、そうですね、いや
だからこう、なんでしょう、ちょっとね、2人でこう番組やったりとか、いろいろ関わりの多い方だったりとかするので、2人ともやっぱ仲がすごい良いし、そういう意味ではね、まさかその人に対して、よっ、相棒っていうことになろうなんてね、思っていなかったので、あ、小野さんなんですねちょっとなんか自分の中で不思議な気持ちというか、あ、そうなんですね、なんかそうなんだ、意外でした。聞いた時にもう最初爆笑しましたね、なんでだよ、なんでわかんないよ、なんかわかんないけど爆笑しました理由を言えよいや、わかんないけど、なんかわかんないけど、なんかわかんないけど小野さんって聞いてブハーって笑って、なんかその普段も一緒にいることがあるから照れくささもあるんですかね。あ、どうなんですかね。そうかもしれませんね。あの、ただね、本当に下野くんでよかったなって思、もうすでに思ってるんですけど、あの、まあ、これ言っちゃいいのかな、ストーリー的には、その原作というか、PSO2 のストーリーを 1からもう順にやっていくので、割とシリアスなんですよね。はいはいはい、うん、そうですね、はい、うん、今回は非常に、うん、だからもうやっててすごくもうガクッとくることがあって、あ、なぜだって なんでできないんだとか、うん、そういう状況の中でこの人だけバカなんですよずっとおお、バカってどういうことだよバカにバカって言って何が悪いんだ、なんでだよ、やんのかよ、やんのかよ、いや本当のやり取り見れてる、やんねえよあれちょっと待って、なんですか今、やんねえよ、持ちネタや、持ちネタ、ちょっと待って、こんなネタがあるって聞いてなかったですよ、ちょっと久しぶりで今打ち合わせでこんなの聞いてなかったから、持ち合わせで言わないよ、本当ですか、湧いてます、コメントが湧いてます、仲良いしてるコメントで来たーって感じましたよね、これだけでもお二人が仲がいいっていうのがもう全面に伝わるっていうか、なすなかにしさんの前で何やってるの全然ですよ、やってください、やってください、そうですよぜひぜひ、僕らのスムーズにパクりますからわからないようにパクって、ありがとうございます、ありがとうございます、あの非常に仲がいいんですけど、アフレコの時にもお二方がちょうど横島のボーダーの T シャツを揃えて、2人で、ありましたね、2人で、あった、偶然で、偶然、すごい、お揃いあった、もう後ろから見てるともうでも、あのお芝居してるんだけど、ちょっと笑っちゃいそうになっちゃう、笑っちゃダメですよ、あれね、収録してる時にね、あの音声をこういろいろいじってるミキサーさんからするとすごい迷惑なんですよね、そう、どちらから喋ってるか分からなくなるから、分からなくなるから、色も同じだったんですか、色っていうか色合いとか、ほぼほぼ一緒でした、じゃあ分かりづらいかもしれない、仲良しで、なんかその波長が合うんでしょうね、リズムというか、確かにそう言われると照れくさいんですけど、ただあの、そうです、こっちがシリアスになってる時に、そのバカなことやってるアフィンっていうのが、あの最初はもうずっとバカだね下野くんはって言ってたんですけど、まあ助かるんですよ、みんな落ちちゃうから、そのシリアスな展開に明るい方が引き上げてくれる、そうです、正直アフレコのスタジオでちょっと結構何度も泣いてます私は、はい、そっか、作り手として、はい、ちょっとね、あのストーリーがあっていう、まあもう皆さんのお芝居もそうなんですけど、もうちょっともう涙が出てますね、もうちょっとめちゃくちゃ見たいよね、そうそう、見たい、余計ですよ、ね、え、もうなんか今、はい、ボーダーの服すら見たくなってますいやいやいや、その時本編じゃないですそれ収録されてませんからそうですね、はい、ではどんどんそれちょっと聞いていきたいと思います、うん、はい、続いて島野さんへの質問でございます、はい、はい、うん、はい、うん、こちらです、うん、今回のテレビアニメの収録でゲーム収録の時と作品やキャラクターに対して印象が変わった点などはどこかあったりしますかということで、あ、それで言えば、うん、まあまあ変わらないところといえば、もう本当にね、距離の詰め方が半端ないぐらい近い、あ、もうそこはもうゲームと、うん、さらに近い、近いです、もう本当、びっくりするぐらい、えってなります、僕自身もえってなりましたもんアフィン、ちょっと待って、いやそれはあまりにもさ段階ってものはあるじゃんって思うんですけど、それを飛ばしていく、もうそういう感じで距離詰めますからね、どうでした、やっぱそういう感じしましたか、こう来るなっていう、はい、だって名乗るじゃないですか、はい、だから、まあ、まあ、アフィンという、うん、俺はアッシュみたいなやり取りがあるんですけど、はい、そうですね、もう次のカットぐらいだったよね、うんうん、次のカットぐらいにもう、はい、相棒でいいよな早っ、すごい、早い、早い、同期なんだし相棒でいいよないやいやいやこっちは分かったとも言ってないのに、もうずっと相棒って呼んでますからねよ、相棒っつってだからね、
な相棒、よ相棒ってずっと言ってるんですよ。すごいな、ね、本当に相棒すごいですね。ムードメールだね、ねねアビーはね、本当に。いやでもそうですね、まあそういう風なね、やっぱりこう、なんでしょう、一番最初にこうね、相棒として、はい、まあ、アッシュ、主人公と一緒にいるっていう風なところは変わらずなんですけど、うん、まあ、あと個人的にはね、こう、本当うん、結構出番もらえてよかったなっていうぐらいのそうか出てるのとそうかあと思そのゲームの時以上に、はい、ちょっとコミカルさは増してるかもしれないです、だから自分でもあれこんなアフィン知らねえぞっていう部分が収録しててあって、ただでもやっぱねさっきあの小野さんが言ってましたけど、それぐらいなんでしょう本当本編のそのシリアスな部分はやっぱり主人公、うんはいはい、アッシュたちが担っていてっていう、うん、そこでこう少しずつこうまあアフィン自体もそのシリアスなシーンはもちろんシリアスなんですけど、うん、そうじゃないところでは少しこうおどけてるというか、なんかそういう風なシーンは結構増えているのかもしれないなと思いましたね。今回のこうやっぱなかなかこうゲームの中では描けてないようなこともやっぱりこうアニメに取り入れてますので、あのアフィンだったらもしかしたらこういうことをするんじゃないかみたいなシーンも、うん、結構随所に入ってますので、例のそうですね、そうですね、あのまあまあこれはあのやっぱオンエア見てもらって、いやそうだね、あの思っていた以上に、うん、あそうかアフィン、まあそうだよな、アフィンだってそうだよな、生きてるんだもんなって思いましたもん。なんだろう、なんだろう、どういう意味合いになる、これ以上はちょっと、これ以上はちょっとね、気になる、これ以上は気になる、気になる、あのこれはあの立花、監督がぜひはい、やってほしいというところがありまして、監督がやってほしかった、ね、監督が、で逆にすごい良かったよめっちゃ気になる、どこか分かるんですか、あれだなっていうのが分かります、気になる、なんだろうね、で監督の方からはあの瀬賀さんこういうの入れたいんですけど、うん、アフィン的に大丈夫なんですかねっていうところを、まあまあ、開発の側で全部 OK もらったので、まあ、そういったあのちょっとそういったあの楽しみもあります、ね、そうですね、はい、元のストーリーを知ってる人が見たらより楽しめるかもわからないってことですね。そうですね、はい、うん、はあ、いやすごい、アフィンのまた新たな面も、そうですね、見られるかもという、いやでもだからそういう意味では本当にゲーム本編よりもよりあの一緒にいるというか、一緒にいたりとかこう共に行動したりとかっていうシーンは結構増えてるかもしれないですね。楽しみ楽しみ、ね、うん、そして、最後そんなお二人への質問でございます、はいはいはい、先ほどもお聞きはしたんですけど、お二人をはじめ豪華声優陣の方々が出演する本作ですが、うん、アフレコの収録現場ではどのような雰囲気でしたでしょうかっていうので、さっきボーダーのね、あのお話も出ましたし、はい、そうだよね、豪華声優の、ね、方々、でも確かにゲームではね、やっぱりゲーム作品としては皆さんキャラ同士はこう、こう交わってるけど、うん、こうアニメの収録でアフレコ現場でいざ、ね、こう会ってまた皆さんとお芝居するってまた多分違った感覚にもなると思うんですけど、うんうんうん、本当にあのこの豪華声優陣っていうこのフレーズを見たときに、はい、いや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 って僕は思っちゃうんですけど、いやいやどちらかしたらもう私はいやいやいやですよ、いや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 、どうぞどうぞ、こっちに急に来るの何これ、俺が知っとるの、ちょっとよろしくお願いします、いやいやいや豪華声優、お願いします、いやいや俺も豪華声優っていうのはどうかなと思う部分ありますよ、いやそんな俺たちはそう、いや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 、だってまだまだ新人アークスだもん、割とベテラン、まあでもあの僕らはこう思うんすけど、まああのゲームの時のその役者さんそのまま来てるじゃないですか、そうなんですね、はい、もうだから大御所の声優さんも来るわけですよ、これは豪華声優陣って言っていいなって思いました、いや本当にね、だからどうしてもやっぱこの辺が気になるんですよね、やらしいやらしい、急に急にヒート上がっていった、いやすげえなと思ってダメですよ、いやでも本当にそれぐらい本当あのわこの人出ちゃうのかよっていう、ありますしね、もともとゲームもすごいね、あの豪華な方々がいっぱい、イエスオーツね、ほんと声優さんが豪華だから出てらっしゃいますけどね、そうですね、でその中でやっぱりでも久しぶりに演じるから、うん、確認したいこととか、ね、どうだっけっていうのがやっぱ皆さんあって、それを大体下の句に聞くっていう流れがありますね、聞いて、何
んか僕が説明をしなければいけない流れになったりとかね。確かにコンスタントにいろいろドラマシーンとかも出られてるから情報ね、うん、ただね俺もね下野くんのこと信用してたんですけど、下野くんじゃなくて下野くんが持ってる iPad が教えてくれてるんですよ。なるほど、ちょっと待ってください。じゃあそれどういうことですか。下野さん、下野さん、小野さん怒ってますよ。ごめんなさい、ちょっと電波が途切れてるんでちょっと。あーちょっとほらまさかのお前の本当 iPad だろめっちゃでもね、ほんと知ってて、でも調べてるんですよ、ずっと。あ、そっか。もうね、あの、止まらない、調べる手が全然止まらない。いやでも確かに、なんか専門用語とかもやっぱ多いですし、小野さんは初めてだとよりあれですもんね、ほんとに。確かに、ほんでまた下野さんが分からんことあったらお父さんに聞けばいいじゃん。そうじゃないですか。お父さんすぐ答えてくれるから。確かにね。いやでも小野さんあれなんですよ、なんかこう下野くん、え、これってどうなってんのって聞く割には、え、ちょっと待って、俺聞きたくないから、俺あんまり情報入れたくないから聞きたくないからたまに言うんですよ。それ以上はいい、それ以上はいい、それ以上はいい、それ以上は言わないで。ちょっと程よいとこがあるんですね。ちょっとここまでだったらちょっとその辺めんどくせえなと。だから下野くんの立ち位置はだからムードメーカーと iPad です。なるほど、存在価値が調べてくれるっていう声優としていさせていわゆる便利屋ってこういう人ね。タブレ便利屋ですね。コンビニみたいな存在ですね。まあでもそういう意味ではみんなね、こうこれから PS をもっともっと盛り上げていこうっていうのと、自分たちも知ろうっていうのをすごい持ってやってるので、いいものできてるっていう実感はありますね。いやすごい、ね、どん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 やっぱアニメのこと気になっていくんですよ。いや気になりますよ、だってスタッフの方々もね、やっぱりご豪華な方々で、そうだよね、はい、皆さんそのチームで作ってますから、はい、アニメもねすごい楽しみでございます。はい、はい、お二人とも本当にありがとうございました。ありがとうございます。今回ね貴重なお話聞けまして、よりねアニメが楽しみになりました。ありがとうございます、はい、そしてここからはアニメに関する新情報が今日お伝えできるということで、そこは菊池さんの方からよろしくお願いいたします。はい、はい、前回は、そうですね、どこでしたっけ、大丈夫ですか、場所を見失いましたか。あ、はい、前回10月放送開始ということを発表させていただきましたが、今回は、放送開始日の方を発表させていただきたいと思います。スライドの方よろしくお願いいたします。はい、いよいよ放送開始日の方が決定いたしました。2019年10月7日より、全25話放送開始となります。東京 MX さんの方が、毎週月曜日、22時半から、BS11 さんの方が、毎週月曜日、22時30分からとなっております。はい、すごい、でも10月だから、まあ、あとちょっとですね、もうすぐですよ、本当あっという間、もうすぐ見えるっていう、はい、楽しみ、もうあと1ヶ月半で放送開始となりますので、はい、私も非常に個人的にも楽しみにしてるんですけど、もうますます、皆さんにいいものを届けたいなという気持ちで今いっぱいですね。はい、はい、もう早く1話も見たいですね。見たいです。はい、原作ゲームをベースにはしていますが、まあ、アニメ版として、はい、まあ、再構成をしてますので、はい、まあ、第1、まあ、先ほどもねいろいろお話がありましたけど、まあ、第1話どういう展開でお話が始まるかっていうのも、もうぜひ皆さんに、注目していただきたいなと思っております。はい、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 続きまして、前回告知の方もさせていただきましたが、本日はオープニングの主題歌の方も、発表させていただきます。もう早速いっちゃいましょうか、じゃあ。はい、はい、ではまずこちらの、動画の方を、ご覧ください。
感じでした。いやすごい、俺も確実に売れたらカバーしますよ。いやいやいや、それはちょっと確実に絶対にカバーしちゃうんですか、うん、いやすげーかっこいい、すごい、しかも全部オールイングリッシュでしたよ、うん、ねえ、オールイングリッシュ、オールイングリッシュ、オールイングリッシュ、ね、確かにそうだ、全部英語でかっこよかったです。しかもなんかその映像の方も、うん、あれこれって初出しの映像もありました、もしかして。そうですね、まあ第1話のちょっと映像を使わせて、撮りますので、はい、いやもうテンション上がる曲でね。いや本当ですね、めちゃめちゃかっこよかったです。お二人どうでした、聞いてみて、ね、うん、本当に初めて今見て聞いたんですけど、本当にね、今回初めてお二人本当にお二人も初めてここで、はい、ちょっと鳥肌立っちゃった、すごいね、めちゃくちゃかっこいい、すげー、めちゃめちゃかっこよかったですね、主題歌、はい、それではスライドの方で、詳しくお伝えしていきたいと思いますので、はい、スライドの方よろしくお願いいたします。はい、はい、本編1話の映像に合わせまして、お聞きいただきました、オープニング主題歌、タイトルは、ディスニーです。作詞は PSO2 の数々の名曲の、詞を手掛けております、ランブルビーさん、はい、作曲は、もう皆さんもうおなじみですね、さっき、コメントの方にもありましたが、はい、ゲーム本編の楽曲も手掛けている、PSO2 サウンドチームの、サウンドディレクター、小林秀明さんです、はい、はい、でそして歌の方はですね、エピソード6の、次の艦隊迎撃戦の、まあ、BGM の方でも話題になりました、オールアークスの方も歌っていただいております、はい、エイミー・ブラック・シュレガーさんの方にお願いしております。はい、はい、でちょっと今回ですね、エンディングの方はご紹介できなかったんですが、タイトルの方は、タイムレスフォーチュン、PSO2 のキャラクターソングでおなじみの、作詞、山下慎一郎さん、作詞は、岩野道博さんの、まあ、コンビによる、楽曲となっております。はい、そして、歌の方はですね、エピソード2のエンディングテーマ、Living on Like Stars、こちらを歌っていただきました、有坂美香さんにお願いしております、はい、オープニングもエンディングも、PSO2 の、世界観を、音楽で表現する最高の布陣で、お届けしたいなと思っております。いやもう今のお名前を聞いても納得しました。もうそりゃやっぱ、ね、ザ・ PSO2 だ、ね、みたいな、本当にいつも手掛けてくださってるね、うん、皆さんが今回アニメでもこうして曲を作ってくださったということで、いや全部聴いてみたい、ね、はい、エンディングも気になりますね。気になるよね、はい、原作ゲームのテレビアニメということで、ちょっと私個人的にももう先ほどもね、小林神みたいなコメントもありましたけど、はい、ぜひ小林さんにお願いしたいな、うん、お願いしたいなということと、あとやはりこう今までこう PSO2 に、すごい愛情を注いでいただいた方に、ぜひお願いしたいな、お願いしたいなということで、こういった形で、オープニングと主題歌を決定させていただきました。素晴らしい、はい、ありがとうございます。はい、はい、そしてもう CD の発売も決定しておりますので、次のスライドの方もお願いいたします。はい、テレビアニメファンタシースターオンライン2エピソードラクル主題歌ボリューム1、ディスティニータイムレスフォーチュン、こちらの方を、11月6日、水曜日の発売となっております。価格の方は、税別1300円となっております。特典としてアイテムコードが付属いたしますが、こちらの方は、後日発表させていただきます。予約受付の方が、なんと明日から8月18日の明日から予約が始まりますので、はい、皆さんぜひよろしくお願いいたします。もうじゃいち早く CD でゲットしてもう曲堪能できるということですね。そうですね、はい、これは明日からなので皆さんぜひチェックしてください、うん、よろしくお願いします。はい、で、もう一つ最後にちょっとプレゼントがありまして、はい、今ご紹介いたしました、主題歌のディスニーなんですが、はい、今日のスペシャルエンディングの方で、フルコーラス、生歌唱で初披露いたします。おー、やったー、いきなり、アークスの皆さんにいち早く生で聴いていただきたいなと思いまして、すげー、はい、あ、本当だ、この後、じゃあここで生ライブを披露していただけるということで、まあ、実はですね、もともとは、まあ、エイミーさんオールアークスを歌っていただくのはもう最初の方に決まってたんですが、まあ、なんとかここで主題歌を生で、発表したいということで、
まあ、もろもろのちょっと調整をいたしまして、なんとか、はい、この場で発表できる運びとなります。ぜひアークスの皆さん、最後のスペシャル、ライブの方お楽しみください、はいはいはい、もしかしたらその時にまたちょっと違った映像が出てくるかもしれませんので、はい、それもぜひ合わせてお楽しみいただければなと思います、ありがとうございます。いやすごい、ということで今回エピソードオラクの新情報、うん、盛りだくさんでお届けしてまいりました、はい、いや本当にお三方ありがとうございました。ありがとうございました。もうますますアニメが本当に楽しみになりましたので、ね、10月ぜひエピソードオラクの皆さんご覧ください、うん、では最後にですね、小野さん下野さんの方からご挨拶をしていただきたいと思います。まずは小野さんの方からよろしくお願いいたします。はい、改めまして島ヤックスの小野大輔です。謙虚最後まで、はい、島さんちょっといいですか、うんうん、あ、はい、何でしょう。ご挨拶いただくときにできれば、アッシュとしてアフィンとしてもちょっとできればいいんですか、ちょっとメッセージをいただけたらなと思います。このまだあまり内容に触れてはいけないこの時期難しい時期に難しい最後に難しい。わかりました。はい、改めまして、アッシュ役をやらせていただくことになりました小野大輔です。そうですね、僕もその新米、新しくこのアークスになるという気持ちを忘れずに、新鮮な気持ちで、この作品に挑んでます。はい、本当にスタッフの皆さんも熱い気持ちで、この作品に取り組んでますし、アニメ版、必ず、ファンの皆さんに納得していただける、そして本当にファンタシスタオンラインでいいねって思ってもらえるような作品になっていると、はい、僕は確信してますので、楽しみに待っていてください。はい、というわけで、アッシュとしてまとい、まとい来たな、ダークハルツコートエッジ。ありがとうございました。ありがとうございました。今のよくすごい、そんなダークハルツよかったんですか。まさかのセリフでしたけど、本編にはございません。やった、ここだけのアッシュのセリフだ。聞いたことなかったな。そうだよ、本編にあるやつやったらネタバレだから。びっくりした。すごい、だから価値があるよ。今日よかったら来たお客さん本当よかったですね。まさかのコートエッジが。ありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。はい、そしてでは下野さん、ご挨拶の方よろしくお願いいたします。はい、どうも父が、アークスです。下野宏です。皆さんお疲れ様でございます。そうですね、本当にアニメに関して、まあ、またゲームをプレイされている方でも本当に新しい気持ちで、見られる、そんなアニメーションになっているなと思っておりますし、本当に我々、声優陣もそうですけれども、先ほどの映像を見させていただきましたし、音楽の方もね、歌の方も聴かせてもらいましたけれども、本当いろんな、人たちが一丸となってこの、PSO2、アニメーション、頑張って作っていこうという、そういう熱意を持って、取り組んでおりますので、ぜひとも皆さん見ていただければ嬉しいなと思います。そして、そして、ね、そうですね、はい、お願いします。キャラとしては何らかのコートエッジください。あコートエッジじゃないです。コートエッジは近くやアイゴー、アニメの方でも待ってるからな、一緒に戦おうぜ、バイバイ。いやー素晴らしい、本物、本物、本物、いや素晴らしい、いやいや本当最高ですね、最高です、贅沢、ありがとうございます。いや素敵でございますよ。はい、ということでね、本当にアニメの方皆さんぜひぜひ楽しみにしていてください。はい、ゲストの小野大輔さん、そして下野宏さんでした。本日はありがとうございました。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 皆さん拍手でお送りください。ありがとうございました。お疲れ様でございます。ありがとうございます。いやあっという間だわ。いやそうなんですよ、あっという間だよ、もう本当に、ね、あ走っていた、なんと走り際まで走っていた、すげえな。なんか本当にお二人ともね、仲が本当に、そうや、もう本当に良くて、めちゃめちゃこれ良かった。俺もう一回今日帰って倉庫にコートエッジあるか見よう。欲しくなるよね。はい、もうたくさん盛り上げていただきました、ありがとうございます。そしてそして
最後に菊池さんの方からも皆様にご挨拶の方よろしくお願いいたします。はい、新テレビアニメファンタシースターオンライン2エピソードラクール、そうですね原作ゲームの、エピソード1から3を、ベースとはしておりますが、アニメオリジナル版の、ストーリーとなっております。本日、主人公は主役の、小野さん、アフィン役の下野さんにも来ていただきましたが、アニメの方の、世界観、物語、主人公アッシュのキャラクター、少しは感じていただけたのかなというふうに思っております。10月7日月曜日の放送まで1ヶ月半を切りましたが、引き続き皆さん、ゲームとアニメの両方で、PSO2 を思う存分楽しんでいただけたらと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。もう一個ですね、すいません、次回は、来月の東京ゲームショーの方で、また新しい情報を発表できればと思います。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さんね、ゲームショーの方もぜひ楽しみにしていてください。菊池プロデューサーでした。拍手でお送りください。